はい、どうも皆さんこんにちは一応ねえー、っとタブレット充電なくなっちゃったんで完全に別動画になってしまいました面白いません。一応ね前回の続きなんですけど一応今回はね付属品だけつけてちゃっちゃと終わらしたいと思うんですけどえー、っと皆さんに言ったえー、っとあの白山の馬主のあ馬,主じゃない馬の当たった馬券なんですけどスマ,スマホあったスマホあったでねその時当たったのがえー、っとね誰だっけの機種ちょっとお待ちくださいね先にそれだけちょっとねご報告しとかないと あ,あこの子ですね、白山レガシー号。あの、笑顔の踊い氏が当たったんですけど、その時ね、これ結構ではないけど、結構ついたんですよ。6月19日船橋系が。あの、なんとね、やっぱりね、その、やっぱ疑われるのはね、まあ、あれかもしれないんですけど、えっと、データルーム、騎士名 一応、これですね。まあ、4番人気だったんだ、その時、白山レガシー号。まあ、4番人気3着で、確か160円ぐらい乗ったのかないや、ちょ、思いっきりついてますよ。290円ですね。一応、その時ね、7番人気、5番人気、4番人気で1番人気、3番人気ぶっ飛んでますね。石崎俊騎手。赤岡修士騎手。ちょっとやべえな。一応、ね、その時に、ね、これね、白山レガシー号3番なんですけど、あ、ちょっとこっちか。2百ね、90円ついてたんで、まあ、 これからね、俺はまあ石あの矢野義の前、ね、基本的に買っていくんで、今日出るかな、矢野さん。一応今日は出ないですけど、明日ですね、プロセラゴと西のグリオン。プロセラは多分石崎春しかない石が、石崎市に来てくれ。石崎市にですかねうんどうなんだろう 一応船橋で 5, 月 5, 月あの5番機で7戸建て2着があるんで、まあ、前走エガのべきしか乗って飛んた多分これ非常連行あったと思うんですよねえっ、ー、とプロセルラ号に関しましてはいつだえっ、ー、と出走表。多分なんだろうなこれ えーっと、この時のプロセルラゴに関しまして、やっぱりあれですね。あーこの時アイアム開きゴもアイアム開きゴも出た時ですね。小杉良騎士と江川信の伸に変更になってんで。まあ多分今回もね、明日石崎春騎士が乗ってくれんのかな。まあいいや。そんなこと置いておいてで。で、一応ね、先に付属品チャッチャーつけていきたいと思います。一応ね、戦闘車のやつは前回つけちゃったんで、一応今回基本増結残った、えーっと、なんだっけ、ヒューズボックスをね、つけていきます。よいしょ。 まず、何これ何号車だ ?5 号車かな一応ね、デハ8163にヒューズボックス1個つけていきます。 一応ね、一気だけなんで、今回は簡単にね、はまると思います。これね、これあの、ヒューズボックスに関してはね、ゴム系接着剤っててるけど、全然ゴム系接着剤いらないですね。スポンって押し込めば簡単に入るんで。で、一応。おへぇ。すみません、ちょっと手が滑っちゃって。で、これがモーター車か。で、これね、説明書見るとわかるんですけど、 これね、あのヒューズボックス2箇所使わないことになってるんですけど、これ、使わないならちゃんとした大きさのやつ2個入れてくれって思いますん、ね、皆さん。正直言うと。まあ、いいんですけど、別に。その分多めに入ってるんでね。よしで、まずね、先にヒューズボックスもう1個つけていきます。今度は2個か。でね、グリーンマックスって確かの噂で聞いたんですけど、あの、東急2000系なんですけど、 あれ確かヒューズボックスかなんか付属品つけたまま販売しましたよねあれ確かあれそれで結構なんです俺もその引き取り行った時にあのヒューズボックスが1個ついてなくてでケースなんか探したんですけどなくてで一応店員さんに言ってあの秋葉原から在庫まであったんで取あの交換してもらったんですけど他の人も結構多いらしくて東急に0 0に関してはあ,あんまりそのみやみにメーカーなんてつけないでほしいですよねどうせ その分高くすんなら少しでも抑えてほしいんでね、グリーンマックスは。でもそれでもほら、グリーンマックスって中間車今まで室内をつけたいときって別パーツつけろだったんで、今回からね、それなくなってるんで、まあそういう意味で言うとね、やっとあのメーカーもね、まあ幼稚園から小学校に入れたぐらいかなと思うんですけど、あと必要なのはこれか。8063はないんだよな。ないな。 ああでもなんだかんだね、マイクロとか、その、グリーンマックスってディスられると思うんですけど、でもやっぱりね、買っちゃうんですよね。俺なんか絶対そうっすよ。最近トミックスとか加藤なんかは正直なと一部、買うシェル減ったっすけど、今俺が予約してるのが、正直で今月末引き取りのトミックスのコキと、あと、確かマイクロスからの横浜市地下鉄と、えーと、なんだっけな。あとなんか、ええー、と、あと、グリーンマックスの東洋高速2000系と、 えとマイクロですから KO7000 系なんで正直にその加藤富ク子の2大巨頭が最近減っちゃったんでね俺は買うやつがまあ欲しいのないんでしょうがないんですけどで一応付属品の袋どこにねえかなこれか一応ね付属品もちゃんとしまっておきたいと思います ラテープは取んとくかよい、ね、これで基本セット完了なんで残り造血セット貼っていきたいあのつけていきたいと思います 一応ね、まあ、グリーンマックスにここって、あの、なんつうのええー、と、基本には付属、あのー、なんだっけ、あの、付属品がね、増結たまにつかなかったりするのもあったんで、昔は。そういう意味でその両方に付属品つけてくれてると、予備として使えるからありがたいんですよね、そういう時、グリーンマックスって。まあ、そこしか褒める点ないと思いますけど。だから、あと、グリーンマックスに期待したいのは、とりあえずね、あの、北総の9000円あれ出してほしいんですよ、もう。 この、この際グリーンでもいいんで。もう。あもうちょっと。で、意外とその、俺もね、ずーっと YouTube 見てきたんで、わかるのが、案外その、なんつうの、加藤とかトミックスの商品紹介してる人いても、あんまりそのグリーンマックスとかマイクロ見かけないなと思うんですよね、正直。よいしょ。 じゃまずね、もう1個つけていきます。あでこれね思ったのがすごいんですよねこれ。あのなんだっけ小田急でいう戦闘車中間価改造それによってほらここすごいんですよね。ちょっと袋入れてみたいんですけどちょっとねその、ビート板もないしあの、塗られてるあれなんで正直ねこれちょっともうグリー,マーンマックスしたんで、ね、すげえいい出来だなと思ったんですよね。ちょっと話し出せちゃいましょう。ねまあそんなこんなんでね俺はね別にどこのメーカーの信者でもないんでね。 出されたものをね、欲しけれ買うっていう流儀なんで。で、あの、なんとの、まあ、で、最近の予約のもので言うと、マイクロエースがその、北総じゃねえ、あ、北総じゃか。北総9100と都営5300のロンスカあれ出したのはいいと思うんですけど、あのね、確かにミニスカよりロンスカの方が出たのが古いんで、確か A の3382かな あの、3380のミニ、あの、ミニスカ登場時と一緒に出たのが古いんで、あの、ロンスカの方がね、出るのはわかるんですけど、今回多分、まあでも確かにね、一応ね、その、ロンスカも出すならミニスカも出せば俺は多分売れると思うんですよ。同時じゃなければ絶対、どっちか買うと思うんで、まあ俺は同時だったら買わないんですけど、まあもしね、月がまたあけば俺両方買うんで、でもあのメーカーはどうせ発売品の整理した時に、どうせくっつけそうなんで、あのメーカーは。 一応ね、これ、戦闘車のところ塞いだんで、これ一応、屋根のぼっちもちゃんと残って、あの、ついてるんで、まあ、そこにね、グリーンマックスにしたらそこを褒めといてあげましょうということなんですけどね。まあ、一応、マイクロレスに関しては、まあ、どんなんですかね、発売予定品。で、一応、今、俺が予約してるのが、横浜市地下鉄なんですけど、あれね、本当は4月だったのが、結局、8月ぐらいに伸びちゃって、あ、外しにしまってね。 でなんだっけ、えー、っと東洋高速はグリーンマックスだから、えっと、KO7000 も結局ねあれもどうなるか分かんないって中で結構爆弾なんで正直困っちゃうんすけどで一応あそうだ俺あれも予約ちゃったのは都営新宿線あれもね正直言って1本ずつだけ予約しちゃったんで今回、うん ってことなんですよね予約しちゃったんですよね。欲しくて。まあ、どうせね、KO8000 系買った直後だったんで、しょうがね、KO 買ったなら買うか、つって買っっちゃった予約しちゃったんですよ、ほんとに。はははは。で、その、俺がいつも行くね、ショップいい、いい店員さん多いんで、絶対そこで予約してるんですけど、まあ、最近行くと、いつもいるお姉さんがいないんでね、まあ、やめちゃったのかなと思うんですけどね、まあいい、いい男のお兄さんがね、店員やってるんで、まあ、当分もいいんですけど、 あの、その、模型ショップの店員って、模型知識ない方がバイトで店員やってるんで、まあ、例えで言うと、ポポンデッタで言うと、えーっと、どこだっけな。西武東戸塚店。あそこね、女の若い店員がチャラチャラしてるだけで、あんまりその模型に詳しいまともな店員さんがいないんですよね。はっきり言っちゃうと。それがちょっとあそこね、問題点で。で、それが言えるのが、ビブレもそうだし、うん、アゼリアもそうだし、って感じで。 秋葉原に関しては、なんてうのやっぱ、まあ、若い女の店員が、何年か前だろ2年前は、ね、いなかったんですよ。最近行ってないんで分かんないんですけど。だなんかの、ね、やっぱね、模型ショップで何かあった時のために模型知識置いといてほしいんですよね。まあ、確かにね、若い男、女の店員を入れとけば、おっちゃんたちが鼻の下伸ばして買うだろうというね、想定は分かるんですけど、まあ実際そうらしいんで。 あのビブレのね、前友達がバイトしてたんで聞いたら、あの、女でブスじゃないけれ大体受かるらしいっすよ。<laughs> キャバクラ買ってたの、本当に。まあ一応、そう気がしたんでね。で、一応、今回、付属品は付け終わったのかなちゃんと付け終わって、で、カップラちょっと余っちゃったな。<laughs> っていうわけで、一応ね、今回、ちょっとグダグダなんですけど、動画終わりたいと思います。どうしようかな一応ね、まあ、これ、正直言うと、7月4日に全部ため、あ、4月6日か。 6日にタメ撮りしてるんで、スパーキングレディカップの予想出そうかな、どうしようかな、どうしても出すと俺するんでね、出すなよと思ってる人多分いると思うんですよ。どうしようかな、出そうかな。出して、多分出して今回外したら、俺もう多分地方動画出さないと思います。予想動画。こっそり馬券買って、当たったら紹介して外れたらもうおなむって感じでね。予想動画も作ったらちゃんと出すんで、動画がボツンでかければ。ちなそんな今度はスパーキングレディカップの予想動画も出したいと思うんでね、ぜひそちらもご視聴ください。ありがとうございました。